陸上の男子 100m 日本記録保持者のサニブラウン選手が凱旋です。お久しぶりです1年半ぶりに帰ってまいりました。走り自体も自分の満足いく走りができたので、こういう結果につなげられたのかなと思ってます。しっかりやることやって走れば、タイムはおのずと出てくるのかなと思ってます。今月行われた全米大学選手権で9秒97の日本新記録を樹立した20歳のサニブラウン選手。次は来週27日に開幕する日本選手権に出場予定です。さらなる記録更新に期待です。